ノワールと過ごすこれからの時間が大切だとカナタは言いたいのでしょう。素敵なマスターですね。アルバの次に。やめろ。今日はいろんな人と会ったんだよ。何か今までとは違うことが起こりそうな。そこまで送る。何かを見捨てるのは嫌だ。捨てられる時につく傷はとても深い。おかしなことを聞く子だな。私たちは戦うために生まれた存在だ。そのことに疑問はない。実装されている全てのメモリを検査する。その間ノワールを完全に休眠させることになる。一日はかからない。昆布茶？いらない。超まずそう。あっ、きったなバカ女。国際電話してやったのに。それって私より大事なこと？いや、茜にとって大事なこと、俺にしかできない、俺のやるべきこと。デモもヘチマもありません。フェルメイさんは僕の使い魔なんですから、ずっと僕のそばにいてくれないと困ります。白いデイジーの花言葉は無邪気なんだって。ノワチにはお似合いだね。でもフーにはもう取り戻せないものだからね。人参の誤解は嫌い。何？苦労しなくても人参は美味しい。低レベルの人参は最高。どう？あんたのダメチクリンぶりを思い知ったかしら。千秋先輩にふさわしいのはこの中島ユッケ。そんなの、人のお尻を凝視しながら股間をグーテンモルゲンさせてる人が言ってる。おい、説得力ないですよ。何？こんな風にドリフターとメイガスが身も心も深いところでつながって一つになるの。授業に遅れちゃうよ。シキ、ここからは私たちの領域だから。シエルも自分のクラスに帰るなり国に帰るなりしたらどう？君たちはひねくれているから、うまく社会に適応できそうもないところが心配だよ。だから一箇所に集めておきたくなる。矛盾こそ真理、それがこの世界の真実だ。服を着た豚ども、その真実に屈服せよ。うちで余ってるパーツ使えるの使って。ノワールを見つけた遺跡はどう？前に乗ってたコフィンが落ちてるかもよ。彼女の記憶と一緒にね。せつ師匠、それは昔の話です。今はもう泣き虫じゃありませんから。涼しい、もう動けない。お風呂入りたい。うん、人手が増えたからいろんなイベントもできるし、攻めてくよ。この夏は仕事するぞ。これは失礼しました、レディ。お詫びとしてどうかこちらをお納めください。 OK。 みんなに好かれた江戸っ子仇のいい人だった。デンジ、お前も好きだったろ。俺たちの特別な関係に嫉妬したんだろう。自分だけが本当の意味でただのお友達だもんな。お前の名前か、ダイナゼノン。お前は一体何者だ。やられる前に答えを見せてみろ。以前は知らんが、今のカナタならアバンチュールの一翼を担うに足ると判断しただけだ。私の勘は正しかったぞ。つうか僕だけ明らかにおかしくね。なんで僕だけメガネのイメチェン。つうかあんたら本当に銀さんたちなんですか。そんなこと言ったって信じられないよ。卒業間際になったら派手にお返ししてやるから、そん時は岡崎、僕の背中はお前に任せるぜ。ラッキー、ざっくり行くな。来るなよ、行けよ。開くな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 。見極めるんだ僕だ。この目で。折れずマガラス、いかなる障害と相対しようと正面から切り伏せ貫くまっすぐなお方。初めて赤くなった。あのね、いつもはクールなのにこういう時に赤くなるとか、やっぱりさくらは可愛いね。綾小路くんは私のこと変な目で見ないんだね。変な目？ううん、なんでもない。確かに結構長いわね。
ちょっと心配って、なんで私があのスケベの心配しなきゃいけないの。ああ、バカバカしい。当然です。うっ、リムル様ならばオークロードなど敵ではありません。まあ、やはりそうですよね。ええ、美人で頭も良くて、炎を操れて、寂しく不安な私たちのヒーローだったんですよ。覚悟を決めよ。え、我らを待つは楽園へと誘う女神。臆する言われなど微塵もない。本当に金のコインを奪える気でいるのか、このオルカ領マグマの魔法使い、ローデス・エイムスからな。無慈悲で横暴で情けようじゃない悪魔のような幽霊に脅されて、気がついたらここに来てたんだよ。まあ昔からそういう人だったけどね。不満があるなら俺より上だと証明してみせろ。全ては甲賀のためだ。亡き鬼神丸様に命を捧げろ。そんな君に対して私が遺憾の意を表明しますよ。ほら見たことですか。またいっそ世界が遺憾になってしまいました。まさか俺が恩を着させてあわよくばとか考えてると思ったか。めんどくさいだろお前だって。まあ一番のツッコミどころは、ノワールが来る前の数年間を無意に過ごしておいて何を今さらってことなんだけど。アンジェー、私やられっぱなしって我慢できないから。お姉ちゃんを殺すにはここしかないでしょ。懐かしいね。お姉ちゃんはいつも私をかばってくれた。ずいぶん経験豊富ななりして、デートのドレスコードすら知らないの。初デートは打ち解けるために仮装が鉄則、常識中の常識じゃない。あのさ、今日知ったんでしょ。え、だから私を助けた時にマウス・トゥ・マウス。はい、私たち同じ木から同じ時に生まれたみたいで、人間で言うと双子みたいな感じかと。これからも私のそばにいてね。私のこと支えてね。ね、ペール社から預かった資料によると、ファラクト1機製造するのにかかった費用はこちらです。マジか。この間新しくできたお菓子屋さんがあるんだけど、一緒にどう？ケルビンさん、女の子にここまで言われて断ったりしないよね。うん、たくみありがとう。お疲れ様。はい、作業終了だね。坊ちゃん、お耳に入れておきたいことが。お、このところ何者かによるゼロ型メイガスの襲撃事件が多発しているそうです。おいバーバー、いいか、エアレースは命を懸けた男のスポーツだ。厚化粧の作り笑いでシャシャリ出るな。この件でこれ以上面倒を起こした日にゃ、お前らこの先顎で飯が食えると思うなよ。もう一枚いくよ。トレビアン、シャッターボタンのように君のハートも押して押して押しまくりたいな。彼方知ってるか、ドリフターってのはな、本当になりてえやつだけが自分で勝手になるんだよ。ごめんマジ。もういいよ、ミエさんの班行けよ。ええ、じゃねえよ、しらじらしいわ。ずっとミエさんの方見てからに。諸君らこそまっこと我が宝である。誇れ、貴様らはそのすり減らした精神の分だけこの国の民を救ったのだ。ポイント全損処置。このゲームのことはよくわからないって言ってるだろ。俺もお前も生き残る、それで文句あるのかよ。いろんな種類の中で熱を感じる光を集めるイメージをしたんですけど。ああ、理解されてない。実験始めて1年、意外と早かったな。ファンタジーに科学で勝ってやんぞ。だから今はこうして歌いながら旅をしている。いつか素敵なマスターと巡り合うのが私の夢なの。それならあなたにも言っておきます。この学校にとって音楽はとても大切なものです。生半可な気持ちで勝手に行動することは慎んでください。記憶が戻れば掃除も洗濯も修理も手伝えるようになります。
何もできなくてもそばにいていいですか。わあ、ありがとう、お父さん、お母さん、ありがとう。あなたがここにお父さんたちを呼んでくれたんだね。はん、連れても連れなくてもマスターと昨年はいつも喧嘩。私たちは釣りが終わるまで遊べない。ですが、あのような者たちに秘宝を分け与えるのを見ると、ロゼは、ロゼはきっとに狂ってしまいそうです。私の朝の一杯はこれだ。これはお酒のボトルに入ったただの水だ。え、前に出て話せなくなっちゃった。あれ、寝てた。今の俺にできるのは援護が精一杯だ。彼方もっと強くなる。ノワールにふさわしいドリフターになってみせる。タイミングがちょっと。あ、大丈夫だ。ここぞって時に必ず伝える、この思いを。俺も養蜂大附属を受ける。本気だよ。養蜂大附属に入って、その後養蜂大学に行く。荒事にはなりましたが、それも冴の目の職務、クナト家の次期当主として抜かりなくことに当たりました。じゃない。その5分の1に入るためにみんなどれだけ厳しいトレーニングを積んでると思ってるんだ。それに予選会だって誰でも出られるわけじゃない。冗談じゃないけど、俺はルビーにアイドルやらせるつもりはない。少なくとも信頼できない運営の下では。